こんにちは、トバログです。いや、今回も久しぶりなんですけど、カバンの中身取材やっていこうと思います。というわけで、今回来てくださったのは、インディペンデントマガジンロケットの編集長である内田さんのカバンの中身を見せてもらおうと思います。お願いします。ロケット編集長の内田と申します。よろしくお願いします。お願いします。いやー、めちゃくちゃ嬉しい取材となっております。個人的にはすごい楽しみな取材だったんですけども、前回ね、イラストレーターのゆうのすけさんっていう方のね、カバンの中身じゃなくてルームツアーを紹介させてもらったんですが、そこで登場したロケットっていうね、インディペンデントマガジン、めちゃくちゃおしゃれで、まあ、中身もね、内容もかっこいい。まあ、本があるんですけども、それをまあ立ち上げから実際に編集までされていろいろ全部やられているという内田さんのカバンの中身を見せてもらおうと思っています。というわけでちょっとね、簡単に自己紹介をお願いしようと思います。ロケットは、まあ、僕が個人でこう企画、取材、編集、撮影やってる、まあ、インディペンデントマガジンと独立系旅雑誌っていう言い方をしてて、まあ、編集長なんですけど、まあ、そもそも一人編集部というか、編集者一人、デザイナー一人で作ってる雑誌になります。で、まあ、僕は普段こう編集の仕事をしてて、こうその傍らこうインディペンデントマガジンとか、あるいはご紹介のあったゆうのすけの作品集とか、いろんな本を作ってるという風になります。結構ロケットの雑誌を拝見すると、割とこういろいろな国に旅をしつつ、で一つのなんかカテゴリーというか軸みたいな特集があって、それに対してこう取材していくっていう形がすごい印象的なんですけど、どういう風な機材を使って、でどんな形でこうアイデアベースから実際に形になっていくのかっていうのがちょっと気になっているところなので、その辺も含めてカバンの中身見せてください。ごめんなさい、もう終わりです。めちゃくちゃシンプルな、はい、結構やっぱ宿に大きい荷物を置いて、まあ、街歩く時の荷物っていう風な想定なんで、もうカメラ、筆記用具、ノート、本だけですね。多分去年の12月にトルコとイランに行ったんですけど、はい、それも時もだいたいこういう形ですね。これはあれですかね、グレゴリーの、あ、そうです、グレゴリーのなんてことない完全海外を旅する時のカバンっていう感じですね。結構こう汚れるような場所に行くことも多いんで、なんかこうカバンめっちゃ気に入ってるっていうよりも、なんかこう、まあ、バックパッカースタイルの旅で使い勝手のいいポーチ、斜め掛けバッグっていう感じですね。なんか結構リュック背負ってると、その治安によっては後ろに荷物背負ってるのが怖いなっていうのもあるんで、こう肩にかけれて前に持てるっていう結構バスとか夜行列車乗ることも多いんで、まあ、ここを鍵で止めれるといいなっていうのがあって、このファスナーがこうなんていうんですかね、一方向だけじゃなくて2個ついてて、こう金具で止められるっていうのがなんか旅にはいいなと思ってます。なるほど。この中に入っているものからあんなに素敵な雑誌が作られていくと思うので、どういうものが入っているかを見せてください。結構面白いものとしては、このモンベルのカバンの中にカメラが入ってるって話なんですけど、はい、あ、カメラ用なんですかこれ。あ、そうですね、初めて知った。そのアウトドア雑誌の編集部で働いてて、その時にフィルムカメラ使ってる写真家の持ち物を撮影させてもらった時に、なんかこれが入ってて、正直クッションは全然十分ではないんですけど、カメラ頑丈に運ぶためにリュックするよりは前に持てるポーチの方が安心だなみたいな。じゃあカメラは、はい、デジタルじゃなくて、これなかなか目にしないアナログのカメラですね。そうですね、一応ロケットのカラー写真は基本フィルムカメラになってて、これが、プラウベルマキナのワイド67っていう、まあ、中盤サイズのフィルムカメラになります、ね。街旅するだけじゃなくて、まあ、こう山とか行くのも好きなんで、はい、結構やっぱその山歩きとかにも
持っていきやすいこのコンパクトさっていう形で、うん、すごい。あの石川直樹さんっていう、はい、まあ、旅の、まあ、写真家で、まあ、ヒマラヤとか、うん、たくさん撮られてる方が結構よく使ってるカメラっていう風になりますね、うん、単純に石川直樹さんすごい尊敬してて、これ買ったのが8年前ぐらいで、うん、7、8年前で、はい、フィルムカメラそれから買い足したりっていうのは一切してなくて、うんうん、もうこれ1台だけでいろいろやってるっていう感じです。めちゃくちゃいいですね。その一つのカメラを、まあ、なんか道具感というか、仕事でカメラを使うってなると、はい、やっぱ僕も今撮ってるのそうなんですけど、デジタルをやっぱり写りとかを優先して、はい、まあ、使っちゃうっていうか使うことが一般的だと思うんですけど、アナログのそのフィルムカメラを使うこだわりみたいなのって何かありますか？理由というか。元学生時代は普通にデジカメ使ってたんですけど、やっぱなんかデジカメで撮ると自分すぐ確認したくなっちゃうんで、うん、なんかあんまその景色を見ないなってこうふと思って、もうなんか風景の印象よりも撮ったデジカメの液晶画面の印象が記憶に残ってるのがなんかすごい嫌で、うんうんうん、あとまあこれの場合もうレンズ交換ができないカメラなんで、うんうんうん、もうその諦めがつくというか、うん、そのレンズ沼にはまらないのもいいなって思ったのと、はい、このズームができないんで、うんうんうん、まあ、そのズームも諦められるっていうか、その目に見えるのに近い状態で撮れるし、うん、まあ、距離感が一定っていうのが、まあ、選択肢がない分逆に、まあ、潔いというか、うん、日本で撮影の仕事をしてるわけではないので、そこはもう失敗しても自分の責任なんで、こう、まあ、フィルムなんで失敗する可能性はあるんですけど、うん、まあいいかなというか、まあ、これもなんかピントは甘いんですけど、このワイドが生きた写真で、これはイランの山奥の民家になんか1週間ぐらい、こうなんかいろいろ居候させてもらって、はい、た時の家ですね、普通の民家で、すごいリアルな。このお皿の飾りの感じとかめっちゃ可愛い。いや、そうなんですよ。でしかも本当イランの標高 2600m の山岳地帯なんですけどお母さんがめちゃめちゃこういうインテリアとかに凝ってて、これもおしゃれで、うんうん、でも紅茶の国なんでこういうでかい夜間があったり、写真としてはピントとかいろいろ甘い部分はもちろんあるんですけど、うん、まあでもその自分でしか行けない場所っていうか、はい、なんかエベレスト登るのとかとはまた違う意味で自分しか到達できない場所かなって思って気に入ってますし、じゃあトルコの記事なんですけど、うん、おー綺麗。これもこのカメラで撮ってるんですか、マキナ？あ、そうです。なんかトルコが好きで、まあ、トルコ語が少しずつレベルアップしてるんで、まあ、普通にトルコ語で話しかけて、まあ、トルコ語で写真、まあ、日本から来て写真撮りたくてみたいな。白にちょっと青が乗る感じのこのフィルムがすごい好きです。そうですね、なんか山口の山本写真機店さんにやっていただいてるんですけど、もう自分は本当そのカメラのこう知識技術は全然ないんで、これレタッチの知識も全然ないんですけど、うん、マキナにいい感じに撮ってもらってみたいな、藤原印刷さんに綺麗に印刷してもらってっていう、その下駄を履かせてもらってますね。すごい綺麗だわ。さらっと新刊が出てくるっていう、これはまだ多分この動画が完成して公開されてる頃にはすでに世の中に登場しているというか、ありがとうございます、発売されているものだと思うんですけど、はい、めちゃくちゃこの写真と、まあ、この間ゆうのすけさんのあのルームツアーもさせてもらって思ったんですけど、こういうくすみ系の色がすごい可愛いですよね。マイクを結構なんかガリバンされたり、こういうシルクスクリーンをされたりっていうのが、そうですね、これとか4号目がガリバンで、うん、2020年の夏とかコロナど真ん中の時に松本のお客さんがいなくなったゲストハウスを貸し切って、うん、3日未晩吸ったやつをロビーとかに置いたりしてでこれがシルクスクリーンで2200部ですね、うん、6号目からこう、うん、なんとなく次のフェーズじゃないですけど、うん、まあ、今後表紙をこのパターンに固定したいなとは
か今のところは思ってますね、はいはいはい、なんかこのスキー特集のロケットでも取材させてもらったんですけど、おそうなんです、あのポスタルコっていうブランドがすごい好きで、はいはいはい、ポスタルコのツールボックスっていう製品で、あの多分僕の妻に誕生日プレゼントに、ね、めちゃめちゃねだった、めっちゃいいやつですね。一応これがポスタルコのならではのスナップボタンで、ちょっと微妙に凹凸もあって、開けるとペンケースみたいな、そうです、まあ、要ツールボックスって名前なんですけど、まあ、要はペンケースで、ちょっと今日入れてるものが少ないんですけど、このツールボックスもうポスタルコのやつで、この入れるとしっかり立つやつなんですね。まあ、今日はちょっと重みが足りなくてあんま立たないんですけど、でこのボールペンもチャンネルポイントペンっていうやつで、結構なんかロケット自体がそのすごいこう実感性身体性みたいな言い方をしてるんですけど、なんか体使うことを実感することすごい大事だなって思って、なんか僕全然メモマじゃないんですけど、ロケット絡みの時はすごい書き出すようにしてて、まあ書く作業を大事にしたいし、まあ書く仕事のようなものをしてるんで、まあ、なんか仕事道具にお金かけたら原稿うまくなるかなっていう思ってこのポスタルコのボールペン、チャンネルポイントペンですね。なんか変わった形状をしてますね。チャンネルポイントどういう意味ですか？なんか水路っていう意味で、こう、まあ、水路を流れるように書いていくっていうのもありますし、なんかこの U 字クリップが、なんか一本の多分真鍮を繰り出すように削って作ったみたいで、なんかすごい押しやすいんですよね。なんかそのとにかく体使うことが雑誌作りに大事だなって思って、書くの増やさなきゃ、でも書くのメモする習慣ないから増やせない、じゃあいいボールペン使おうみたいななんか僕財布キーケース、な結構持ち物ほとんどポスタルコぐらい、まあ、そのブランド、まあ、なんか好きなブランド他もそんなないんですけど、はい、なんかポスタルコは特に唯一好きで、このスキー特集もマイクル・エイブルソンさんにどうしても取材したくて、はい、なんかというのもポスタルコの製品にスキーチェアがあって、おあスキー特集だからぴったりじゃんって思って、その1台20万円ぐらいで、いつかロケットの売り上げで買うのが夢だったら去年終売が決まっちゃって買わざるを得なくなって椅子を買って椅子を買いましたっていう伝えながら取材依頼をして他もなんかいろいろ入ってる、いや他はちょっと何も珍しくないかもしれないですね。やっぱまあはい、あフリクションとか、まあ、そうですね、まあ、同業の人には当然なんですけど、フリクションのペンと原稿の、そうあのスキーの表紙もそうですけど、オレンジ色がめっちゃ好きなんで確かロディアのシャーペン探して、定規があって、おこれもう普通に赤ペン消しゴムで、僕は今これで成立してるかすごい不安なんですけど手帳はなんかロディアが好きで、これはそのロケット用旅用の手帳で、普段まあ日本で日常使いしてるスケジュール帳もロディアですね。こういったタイトルでこういうネタできるなっていうのをなんかこういろいろ考えるだけでも、 Mac のメモ帳に書くとかじゃなくて、なんかこう体使ってるとより思考が深まるっていうのがさっきのポスタルコのペンのコンセプトですし、なんかこうやって書いてるとなんかいろいろ考えが派生するかなっていう期待でなんか書くように習慣づけてて、すごい。で旅の間はなんか割とこういうメモみたいな感じですね。旅しながら原稿を書くことがないんで、メモがすごいですね。日記みたいな感じに近いですよ ね。そのまま本紙に使われる下書きのような。これは2021年にデザイナーと旅した時ですけど、こうデザイナーと2人で旅しつつ夜1時間ぐらいひたすらこれ書くみたいな。でなんかロディアの場合この何でしょう、
なんていうんですかね、点があって、うん、線はないんですけど、点で字が汚い自分でも綺麗に書けるっていうのもありますし、このドットがあるとこの簡単なラフも引きやすくて、うん、正確なラフっていうよりも本当メモとしてのラフなんですけど、すごいページ割りのイメージが書かれてます ね。結構ロケットの紙面を見てると僕は今何々にいるっていう、こうリアルな脳内で思い浮かぶ描写が結構されたりするじゃないですか、はい、熱い喉がカラカラだみたいなとか、はい、そういうのとかはやっぱり そこにメモ書きしていて、こういうのを書こうかなとか思ったりしてるってことですか。あ、そうですね、なんか書こうかなっていうのも考えずに、うん、まあ、できる範囲でメモできることを一旦全部書くっていう感じですね。すごい、なんかなんとなくこうまぶた閉じた時に情景が浮かぶようにしたくて、なんかそういった描写をメモするみたいな感じですね。なんか仕事柄、まあ、旅する時も本3冊ぐらいは持っていくようにしてて、まあ読んだことない本も持っていくんですけど、割とレギュラーに近いのがこの松浦弥太郎さんの場所はいつも旅先だったで、このPバインっていうもう出版事業を辞めた音楽系の会社らしくて、なんか今は集英社文庫でも出てるんですけど、なんかこの単純にこの装丁が可愛くて好きだなっていうのが、こういう風なものとかスピンがついてたり、なんかこの本当ペッてステッカー貼っただけみたいなシンプルなやつなんで、そんな感じなんですね。なんか本当旅先に忘れても忘れたくないですけど馴染むような想定だなっていうのを気に入ってて、旅の文章っていうか割と僕文章を書く上でこの文体をすごい尊敬してるというか、結構松浦弥太郎さんって今は割ともう暮らしの人というか、こう真っ白な人なイメージがあるんですけども、なんかこの時まだ本当多分若い時の文章で、無色透明なニュートラルさがありつつちょっと青臭い、この頃の文章がすごく好きで、暮らしの手帳の編集長になる前の松浦さんの本をめっちゃ学生時代読んだりしましたね。なんかこの松浦弥太郎さんと牧野の石川直樹さんを文章としてはすごく好きで繰り返し読んでて、なんかロケットの一人称を僕をひらがなにしてるのも、いやでもこれは見たら感じでした、でもひらがながあったり石川さんはひらがなが多かったり、なんで自分の主語の時はひらがな僕がそれを踏襲しちゃってますね。なるほどな、そこから来てるんですね。他になんかどういう本をよく持っていくとかってあります？やっぱ旅のエッセイとかが多いんですか？あ、でも持っていく時にはそうですね、あとはその石川直樹さんの、この松浦さんのか石川さんの持ってって、その時読んでないで興味がある本をっていうのもあるんですけど、でも何十冊も読みたいっていうタイプでもあんまりなくて、日中は歩いていたいですし、まあ、9時頃宿戻ってなんやかんやして10時でさっきの手帳を書いたらもうそれで11時12時なんで、なかなかないんですけど、でもやっぱ行き先に関係した本とか、そういうのをよく持ってって読んだりします、ね、1回の例えばその取材の旅で何日間ぐらいその一つの国に滞在するんですか？いやだ、それは完全その時にまちまちで、あの結婚してて今のところマックスが3週間、すごい去年12月の3週間がそれ前の2週間の殻を破って、どうにか3週間、妻の誕生日とクリスマス留守にしてどうにか。強すぎる。次行きたい国とかってありますか？トルコ以外になんか気になってる国とか取材行きたいなみたいな。あ、でも一応今決まってるのは来年の3月ぐらいにトルコに行きたいなっていう。なんか今年そのユノスケのファーコーストを出したように、来年今年がトルコの建国100周年 で来年が日本とトルコの友好100周年なんで、なんか写真家にトルコの写真集を作ってもらおうかなと思って、写真家と一緒に今ロケットの取材兼ねて来年春ぐらいに行きたいなっていうふうに思ってます。めっちゃいいっすね。そういうなんか
外とロケット以外にもそういうイラスト集だったりフォトブックだったりなんか横展開されていくイメージなんですか？そうですね、まあ、その横展開はもう今年のこれが最初完全に初だったんですけど、うん、なんかやっぱこうそうですね、出版社のような仕事をこうしていきたいっていうか、うん、その自分が出版社になりたいみたいなところで、でもやっぱペースは限られるんですけど、うん、年1個ぐらいいろいろ出していきたいなっていう感じですね、はい、めちゃくちゃ楽しみですね。それはは、いという感じでカバンの中身はいろいろ見せてもらったんですけど、個人的な興味としてはやっぱりロケットってどういう風に作られているのかなっていうところがすごい気になってまして、割とそういう雑誌みたいなのをいつか作りたいなとか、まあ、Amazon で作ったもの売ってたりもするんですが、内田さんはどういう風に作ってるのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思います。おこれはすごい、歴代のロケットマガジンが全て揃ってますか？これ。そうですね、ちょっと恥ずかしい、すごい恥ずかしいですけど、僕も一巻以外は持ってるんですけど、迷子を旅で海外をこう取材されていくっていうのがすごい印象的なんですけど、はい、毎回こうイシューというかどういう特集を組んでいくのかっていうのは結構変わってるじゃないですか、はい、いい意味で一貫性がないというか、熊のイシューだったり次スキーだったり、なんかどういうふうにこのじゃあこういう特集組もうかなみたいなのを考えてるんですか？一応なんかロケットっていうのが ROCKET のこう発射されるロケットじゃなくて、うん、LOCKET のロケットペンダントのロケットで、まあ、それはなんかブータンでロケットペンダントを買った時にその、まあ、ブータンはガイドつけなきゃいけないんで、ブータン人のガイドが僕が買ったロケットペンダントをさっと取ってくれて、うんうん、でブータンの国の木が糸杉なんですけど、それをロケットペンダントの中詰めてなんかブータン with you って言ってくれたのがすごい印象深くて、うん、なんかそういう風に主観的な価値観みたいなものを込めたいなっていうのが、うん、まずそのロケットのテーマなんですけど、うんうん、平面的に世界地図を見るより、うん、なんか一つの視点でこうなんかレイヤーを串刺しするように世界を見る雑誌を読むと面白いかなと思ったっていうのもありますし、こうまあニュートラルっていう雑誌が以前ありまして、今トランジットっていう名前になったり、その立ち上げた人はニューカラーっていう雑誌をやったりしてるんですけど、その初期のニュートラルがこういう風にテーマでいろんな場所を旅するスタイルだったんで、まあそれが途中から変わっちゃったんですけど、多分続けたくても続けられないスタイルだったらそれ自分がやろうかなみたいなところですね。でまあその時つどつど興味があるテーマっていう感じですね。今はじゃあスキーが興味があって、このそうですね、なんかこれがこう関東にも書いたんですけど、はい、あその父の友人が70歳でもスキーやってて、うんまあ、それは珍しくないんですけど、はい、70歳でバイトをしてまでスキーをやってる、そのしかもそれのバイトがマックのバイトで、しかもそれが夜勤のバイトでなんか自分みたいにこういう編集みたいなよくわからない仕事じゃなくて、その昭和生まれで企業勤め果たした70歳の人がマックの夜勤のバイトしてまでスキーやってるってすげえなって思って、確かにでそっからスキー特集できないかなって考えた時に、まあ、トルコ行くの3回目で、まあ、主だったところは大抵行ってるんで、まあ、トルコ行きたいけど面白そうなこと見つからないなって思った時に、スキーっていう考え方で調べたらめちゃめちゃ未知がたくさんあるって思って、でイランでもスキーができるらしいっていうのを知って、イランでスキーって考えたら、あなんかめちゃめちゃ未知の国と思ったけど、やってることは自分と変わらないっていうのが面白いなと思って、何気ないテーマのように見えて、そういう自分の中の引っかかりがあったところからどんどん深掘りしてこのテーマに落ち着いていくっていうところなんですね。そうです、なんかこう
例えばこの日集中して何テーマにしようか考えようじゃなくて、毎日ちょっと常に考え続けてるみたいな感じです、うん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 、これはコロナの時だったんで、はい、木彫り熊がすごい好きで、うんうんうん、なんか家から遠くに思いを馳せられる木彫り熊っていいなってなって、うん、雑誌も一緒じゃんみたいな感じでしたね、うん、まあ、この時は、はい、なんか出版社辞めたくてこの朝日を見たくない気持ちの時だったんで、うんうん、まあ、その朝が待ち遠しくなるようになりたいっていう感じですね。すごい想像以上に自由な感じでいろいろとテーマが決められていくっていうところですね。そうです。7号目も2つをどっちにしようかずっと考えてるっていう感じですね。なんか特集を考える話はさっきしてもらったんですけど、実際にじゃあ特集が決まったってなってからどういうふうにその実際に制作に流れに行くのかなっていう。そうですね、前、まあ、この号で例を例にするとこの5号目が出たのが去年の5月かな、はい、奥付けを分かりづらい位置にしようと思ったら自分でも見つけにくくて一応去年の5月にこれができて、でもこれができた頃にはもう次月特集にしよう、うん、次のテーマはこれにしようというふうに、まあ、大体毎回決まってて、うん、今回の例で言うとその時にただ去年の5月から次の号を出す時にまず売るのに必死になる期間もあるんで、その間は制作がしづらかったり、あとはスキー特集を例えば7月とか8月に出すことはやっぱりできなくて、なんかというのも冬が来る直前、本当は11月の終わりとか12月に出すのがいいんですけど、そうするともう 3,4 ヶ月したら春になっちゃって旬が短くなっちゃうんで、最初に10月の終わり発売っていうのをまず決めて、でそこからまあメインの海外取材、これで言えばトルコとイランをいつしようって考えて12月にイランとトルコに行って、まあこれは特殊なんですけどやっぱスキー特集なんで、まあ雪のある時期っていうことで、まあ2月に北海道行ったり、まあ、いろんな場所の取材を進めていって、と、まあ、光陵って言われる印刷所に完全にデータを渡したのが10月の10日ですね。じゃあ結構1年がかりぐらいの、まあ、そうですね、まあ、他のことをやってるっていうのもありますし、やっぱこう半年ぐらいは何しようかっていうのを考えつつセールスを頑張る期間みたいな、なるほど感じですね。じゃあその実際に、はい、じゃあこの特集に決まってこのぐらいの期間で作りますっていうのは決まった後に多分あのラフとかを書かれると思うんですけど、どういう感じ、スケジュールをまず引くとかですか？結構編集者によっていろいろだと思うんですけど、うん、取材が好きな人、文章を書くのが好きな人、はい、コミュニケーションを取るのが好きな人、いろいろいると思うんですけど、なんか僕はこの台割りっていう編成表を考えるのがすごく好きで、なんか全然お酒飲みながら空想の号の台割りもいつまでも組んでられるんですけど、なんか雑誌って、まあ、例外はあるんですけど基本的に16ページの紙の束なんで、まあ、表紙と最初の16ページ次の16ページみたいな感じで組んだやつを、もうこれは全然人によって形が違うんですけど、僕の場合はまあカラーページ黄色にして、モノクロページ白にして、あとリソグラフのページも入れてっていう形で、10月10日に富士屋印刷に渡すとしたら、そのじゃあ7月になってからこういったラフと文章と写真をデザイナーに送るっていう感じですね。まあ、毎号関東にステートメントみたいなの書いてるんですけど、これはもうそのデザイナーゆうのすけが絵を描いてるんで、文章送って本部に合わせた絵をお願いしますみたいな感じで、もうラフもほぼ白紙っていう感じですね。すげえ。割と媒体によってはデザインが割と決まってて数パターンしかないっていうパターンも多いと思うんですけど、ロケットは結構いろんな、毎回なんか全部のページが違うみたいな。そうですね、なので定期刊行物の場合、まあ、表紙のデザインも含めてパターンが決まってた方が認知してもらいやすいんですけど、はい、まあ、ロケットはそもそも不定期なんで、その
フォーマット化することで認知を得る必要がないんで成立するという感じですね。なるほどな。でこれで最後の方になると、うん、もうその PDF を普通にカラーコピーしてこういう文字の修正をやっていくっていう形ですね。例えばこの最初のステートメントのページだと、うん、なんかまあ最初は青で来たんですけど、うんうんうん、青で来て青でこの文字がなんかこういう風に来たんですけど、うん、ちょっとその後ろのページと似ちゃうなって思って、うんうん、この文章がこの幅で来るのも嫌だってなってこのオレンジになりましたね、うん。このデザイナー猪之助が入れてくれたんですけど、うん、この厚さで6ページ目7ページ目ないなっていうのでなるほど。って最終的に106、107に変わりましたね。サイゼリアの間違い探しみたいな。なんか雑誌を作る上で一番楽しいところと辛いところってそれぞれどういうところですか？なんか自分は割とその台割りを組むのがとにかく好きっていうか、うん、台割り作業はめちゃめちゃ好きなんで、はい、なんか次の5は2つのテーマでまだ決めかねてるんですけど、うん、2つのテーマどっちも台割りは仮で作ってるっていう感じですね。まあ常に動かし続けるんですけど、うん、動画で言うとベースの骨組みの構成に近い感じか。そうで結構その台割り考えるっていうのは割ともその企画を考えることともこう重なるので、うんうん、企画考えつつ並びとかそのスタッフィングみたいな、うんうん、誰に何を依頼するのかっていうのを考えるのが楽しいっていう感じですね、うん、いいっすね。クリエイターだな。なんか大変なのは全部大変なんで、なんか割と何が大変か分かってない全部大変っていうところはありますね、うん、結構インディペンデントマガジンでも一人風というか編集部を作ってるとか、うん、外部の編集者が実は入ってるとかっていうのは結構あるんですけど、うんうん、ロケットの場合リアル編集一人なんでなんか最後書く作業もあるしその編集作業というか、うんうん、こういった赤字入れたり書いていただいた原稿を見るってなると、まあ、でも自分も書かなきゃいけないしみたいな、うーん、本当に自分一人だっていうのを気づいた時はめちゃめちゃしんどい。はい、というわけで今回はロケットの内田さんに、まあ、カバンの中身の持ち物、取材道具とあと、まあ、ロケット雑誌の作り方みたいなところを簡単になんですがお見せいただきました。いや今回はめちゃくちゃ面白かったです。個人的には結構学びの大きい。やっぱアナログとデジタルで作り方全然違うなとか、やっぱ一人で、まあ、ロケットは内田さんがやられてると思うんですけど、まあ、それに対してこう入ってくる人とか、まあ、書かれてる人とかもいると思うんで、そういう流れとかもちょっと面白いですね。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。ぜひ今回あのロケットを気になった人は概要欄の方にこの最新のスキーイシューの方をちょっと載せておくのでぜひチェックしてみてください。あとまあ書店でツタヤ書店とかで購入できるんでしたっけ？そうですね、一応150件ぐらいはあります。はい、わかりました。それもなんか多分ここに URL 貼ってるのでぜひ見てみてください。というわけで今回は終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。